ビルヘルム・アドルフとその家族、ビルヘルム・アドルフ・マクシミリアン・カール・ツー・ビートは、ドイツのシュタンデス・ヘル、軍人、政治家、ビート公、ビート公ヘルマンとその妻で、ナッサウ校、ビルヘルムの娘であるマリーの間の長男として、生まれた。姉のエリーザベトは、ルーマニア王カロル一世の日である。プロイセン軍に主し、1866年の広島戦争では、 第二軍の参謀本部所属の中尉として従軍した。1869年には名誉的な陸軍少佐に昇進し、1870年に始まった不仏戦争にも参加した。1893年から1897年にかけ、ドイツ帝国軍の特別顧問及び帝国軍志願看護兵団の統官を務めた。1897年には、 陸軍大将に昇進した。ビルヘルム・アドルフはドイツの植民地政策の支持者だった。彼は1891年から1892年にかけて反奴隷団体の総裁を務め、この団体を通じてアフリカ大陸の未踏差地域を調査するための資金を探検家たちに提供した。1897年にはドイツ政府内の植民地評議会の評議員となった。 また海軍力の増強にも関心を持ち、1898年から1901年までドイツ海軍同盟の総裁を務めた。ビルヘルムはプロイセン王国領来院県の県議会議員であり、長く議長を務めた。また1878年よりプロイセン貴族院に議席を保有し、1897年から1904年まで貴族院議長だった。 1871年7月18日に、ワセナールにおいて、オランダ王子、フレデリックの娘マリーと結婚し、マニン男二女の6人の子供を設けた。ありがとうございます。